皆さんこんにちは。世界中あちこちを飛び回っているけいこです。今日もですね、ミシシッピのホテルの方からお届けさせていただいております。今ホテル暮らしなんですけども、ちょっとコンポストしたいなと思ってこんなのを注文してみました。これですね、なんとバンブーでできているそうで、こんな音がします。なんか陶器っぽいんですけどね、見た目は。で、蓋がついてて、蓋の後ろこの黒いのがカーボンの、匂いを取ってくれるフィルターみたいなのがついてます。で、これ、お野菜をただ入れていったりするだけでいいんですけども、今回ですね、ちょっとミミズくんを買ってみました。なのでこれからちょっと虫が苦手な人はここから見れないと思いますけども、まあ、ミミズの、ちょっとこの中でミミズくんに大活躍してもらおうと思っております。はい、紙と、このトイレットペーパーの芯と封筒のこれは、白い部分と後ろにちょっとねインクがついてますけど、まあ大丈夫かな。とあと卵のカートン、これね結構ハサミだとめんどくさいんで手でちぎって切っちゃいました。適当な大きさにしてます。で、あとコーヒーフィルター、この辺のものがですね、まずミミズくんのペット寝床になります。で、これを、まず水に浸してちょっと湿らしていきます。なんかね、パサパサで乾いてると良くないらしいんで、お水に入れてちょっといい感じに湿らせてから中に入れていきます。これもね、硬いですからね。これが紙を入れた状態ですね。ここにミミズくんが、まあ、暮らせるようになるんですけども、ここに今度は土をかけていきます。土もちょっとかけてみました。あ、ちょっとね、これは外も土でもいいんでしょうけど、これはこの間私が買った、バジルの植木鉢の土を今回は使いました。はい、で、ここに、ミミズくんたちを入れていきます。このミミズくんたち、虫が苦手な方見ないでくださいね。お、元気に動いてますね。なんかこの子たちね、3日ぐらいかかってミミズくんたち届いたんで、まずはお水をハーフカップあげますね。レタスの芯とレタスの葉っぱを少し入れてみようと思います。あとこちらもね、リンゴの芯ですね。それとこれは卵の殻2個分ちょっと細かく砕いてみました。あとはコーヒーのカスですね。これはね、今朝飲んだコーヒーのカスなんですけども、こんなものを入れてみようと思います。いや、なんか生ゴミと虫の動画撮るのってちょっと勇気いりますね。見るのも気持ち悪いかもしれないんですけど、はい、これでこの後どうなっていくか毎日お届けしたいと思います。はい、で、ここからなんですけども、毎日一日ちょっと蓋を開けて見ていこうと思うんですが、この子たちをちょっとホテルの部屋に置いとくのはキモいので、これからですね、ちょっと駐車場の方に持っていこうと思います。ミミズはですね、基本10度から30度ぐらいのところであればどこでも大丈夫らしくて、暗いところを好むそうです。なので直射日光とかが当たらないところに置いておくのがいいとされてます。なんか虫がいますね。今日は2日目です。ミミズはいないんだけど、変なちっちゃな虫がいましたね。食べてあるのかな。なんか全然減ってない感じですね。2日目あんまり変わりがないです。ここに何か入れちゃってもいいのかな。今日はですね、お茶のティーバッグがあるのと、あとアボカドの皮とかがあるんで、ちょっとそんなの入れてみようと思います。あんまり減ってないんですけど、キャベツと梨とあとグリーンティーの抹茶のティーバッグを
ハサミで切って入れてみました。あとアボカドの皮ですね、硬いから、食べてくれるのかな。結構ミミズって食べないものがあるらしいですね。例えば柑橘系、レモンとかオレンジ、グレープフルーツもですし、ああいう酸っぱいものがダメで、パイナップルもダメだそうです。あとジャガイモ、意外なんですけどジャガイモもちょっと苦手らしいし、パスタは食べてくれるらしいですね。パンもなんかイーストが良くないらしくて食べないらしいです。なので、食べて、あとトマトもダメって言ってましたね。要するに酸味があるものはあんまり食べてくれないってことでしょうかね。はい、今日は3日目の様子です。だいぶリンゴとかの影がなくなってきてますね。レタスはまだのそのまんまですけど、あと卵の殻もだいぶ減ってます。アボカドはあんまり減ってないけど、でも食べてくれてますね、ミミズ君。今日は4日目ですね。いやミミズ君めちゃくちゃいっぱい食べてくれてます。特にこの舞茸とかしめじのところもうめちゃくちゃ穴が開いてますね。マッシュルーム系好きなんですね、キノコ系ね。一番今までの中で食べてくれたとこだと思います。キャベツはあんまり減ってるように見た目は見えませんが、どうなんでしょうか。アボカド、皮やっぱ食べてくれてないですね。アボカドオイルが多いんでね、やっぱりあんま好きじゃないのかな。オイルが多いものは食べたくないらしいです。では今日もコーヒーのフィルターを布団代わりにかけてしまっておきましょう。今日はなんか食べ物いっぱい残ってるんでね、どうしようかな。入れすぎちゃっても良くないと思うんで、また明日以降入れようと思います。で、コーヒーフィルターをお布団代わりにしておきます。ではまた。ミミズくん結構大きくなってますよ。1ヶ月経ちました。で最近ですね、子供のミミズくんも増えてます。ミミズは、こういう環境に慣れてきて、そこの環境を好んでいると子供を産んでくれるそうで、3ヶ月ぐらいでは2倍になるそうです。私最初100匹買ったんですけどもね、多分あと2ヶ月後には200匹ぐらいになるんじゃないかと思っております。でミミズがですね、1日に食べれる量はミミズの体重の半分ぐらいなので、100匹のミミズだと約 25g なので 12.5g しか食べれてくれないんです。なので最初のうち私ほんと食べ物あげすぎちゃってて、その後ですね、少し食べ物をミミズは4週間食べなくても大丈夫って聞いてたんで、新しい食べ物を入れなくても生きられるそうなので、出張もあったし、感謝祭のバケーションもあったので、そこで5日間合計10日間、食べ物を何も与えない日がありました。食べ物を入れすぎてしまうと何が起きるかというと、食べ物が、腐ってしまって酸化してしまい、匂いがね、やっぱり生ゴミの匂いっぽくなってきちゃうんですよ。で、健康なミミズくんのお家というのは、土の匂いみたいな感じ で、その時に生ゴミの匂いがした時にどうしたらいいかというと、こういうですね、コーヒーフィルターでもいいんですけども、私は卵の殻をちぎったのを入れたりとか、あとカードボードなんかも入れて、そこで、そうすることによってですね、また土の香りっぽくなってきます。ミミズのコンポスト、いかがだったでしょうか。ちょっとこの動画、ゴミ、生ゴミとかミミズ、虫とかなんでね、動画にするのちょっと抵抗あったんですけども、いろんなところでミミズコンポストのお話をここ1ヶ月させていただいて、いろんなご質問とかもいただいてたんでね、こんな動画を作ってみました。もし皆さんもこの動画をご覧になって質問とかあったら、コメント欄の方にぜひ書いてください。お願いします。私今週末ロケットシティというところにお引越しをいたします。でそちらで物を持たない生活ゼロからスタートという、動画をやっていこうと思ってます。もしご興味あったらチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ではまた。